株式会社 FM 藤山は、山梨県南鶴郡藤川口湖町、富士吉田市、南鶴郡鳴沢村の各一部地域を放送区域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である。FM 藤山の愛称でコミュニティ放送をしている。FM 藤山 FM 甲府、FM 八ヶ岳に次ぐ山梨県三番目のコミュニティ、放送局として開局した。 周波数は77.6メガヘルツで、これは、富士山の標高3776メートルの下三桁に、ちなむ。放送エリアは、富士川口湖町、富士吉田市、鳴沢村。往年のヒット曲を中心に24時間放送するとの心意気でスタートしている。2019年6月の通常時の辞社、制作番組は、朝のグッドモーニング富士山と昼の 富士山ワールドミュージックの2番組で、夕方の自社制作番組はない。富士山ワールドミュージックは、夜半より再放送が行われている。番組は、日曜深夜を除き24時間放送。自社制作番組以外の時間は、ミュージックバードの番組を放送。なお、隣接地域の FM 富士5個もミュージックバードの番組を配信しているため、両局が同じ番組を放送している。 時間帯もある。ただし、7月から9月までの富士登山のシーズンは、登山者のために、山の気温や天候などの気象状況、富士山に関する観光情報を放送する。英語による情報や注意事項の放送も予定されている。さらに、地震や台風などの災害時には、災害情報の放送を最優先する。設立者は、 鶴市し海聖堂病院理事長のくぬぎ通る。南鶴郡内にコミュニティ放送局がなかったため、2012年頃から鶴市内での開局を構想2014年からは民間事業として有志により準備を進めていた。同じ頃、富士川口湖町は富士山が世界文化遺産に登録されたことや平成26年豪雪などを受け、観光情報と 防災情報を発信するために、ラジオ局の誘致を行っていた。結果、観光の中心である、富士山近辺での開局が決まり、2014年12月16日に、特定地上機関放送局の予備免許を取得、翌2015年3月13日に、特定地上機関放送局の免許を取得、15日に開局した。開局特別番組には、 渡辺が保藤川口湖町町長が出演し、防災、観光情報の発信、地域活性化に期待する旨を述べた。さらに、防災無線が聞き取りにくい地域へ、災害情報を提供するにも役立つ、とも述べた。ありがとうございます。